生活を休止、就職、結婚、家庭の事情、それぞれにそれぞれの理由があって、この景色から降りていった人たち、最後は笑って飾るのか、それとも泣いて飾るのか、その答えは見つかりそうにないから、俺はまだ歌うことにしたんだよ。好きなことをやって生きていると、気づかないうちに誰かを傷つけていて、それでも終わることもやめることもしたくはないんだ。狭い部屋の中テレビを見てゲラゲラ笑って吹き飛ばしていく、そんな人生俺は嫌なんだ。路上に飛び出して転がる石のように、路上に飛び出して砕けて散るだけ、人を殺すって言うけど、それはちょっと違うと思うぜ。弱くいじけたお前の心を殺してくれたんだよ。俺はあいつの言葉に何度も励まされて奮い立って強くなった気がするよ。だから親友、これからもよろしくな。お前いい加減身の振り方考えろよ。お前いくつになったんだよ。なんてお決まりのセリフをつかみ取り路上に叩きつける。何かを始めることや何かをやり続けることに年なんて関係ねえんだよバカ野郎。路上に飛び出して転がる石のように、路上に飛び出して砕けて散るだけ、譲れないものを一つ、レモンサワーを飲みながら昨日一人考えたんだ。それはステージに上がることでも歌を歌うことでもなく、ただひたすらに生きるってことなんじゃないかな。路上に飛び出して転がる石のように、路上に砕けて星になる、誰かのためでも自分